ビンテンバイエルン。岡崎ビンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。青春の輝きを弾こう、その7週目です。カーペンターズの名曲青春の輝き、 I need to be in love ですね。この曲をレッスンしております。いよいよ佳境に入ってまいりましたが、チューニングはスタンダード、そしてカポは2フレットでお届けしておりますね。キーは G で演奏されております。さあ、先週はですね、サビの部分 B パートになりますけどね、そこに入ったところをしばらく解説していきましたので、少しテンポを落として復習していきたいと思います。 B パートです。ここまで行きました。その次のパートですね、コードで言うと E マイナーなんですが、まあ、もちろんあの E マイナーローコードフォームですね、4弦2フレット5弦2フレットを抑えるフォームが一番理想的ではあるんですけど、そうすると1弦目のメロディーの動き、これを小指で全部追いかけなければならないというね、大変さもありますので、5弦を押さえている指を省略して、逆に1弦目のメロディーに集中するという、まあ、この左手の使い方もありますね。ただし5弦目を省略する場合は、4弦目にフレットを押さえている指、まあ、僕の場合は人差し指になりますけど、その指先で5弦目をミュートかけてください。です、ね。ちなみに E マイナーローコードフォームを押さえた場合は、1弦目のメロディーの動きは全て小指で押さえることになりますね。そして次は、まあ、コード名としては複雑なんですが A7 の 9th っていうコードですけどね、まあ基本的には5弦目開放ベースに、2弦目3弦目の開放を和音として弾きます。そして、この時点では弾かれてないんですけど、4弦目の2フレット、ここから5フレットまでスライドさせます。どちらも同じコードです。5弦2弦3弦それを開放で、4弦目の2フレットだけ押さえてこの4本を鳴らしても、あるいはそれからスライドの後に今度は4弦目の5フレット、そして3弦目の6フレットを押さえてます。5弦目の開放ベース音に1弦目2弦目開放、これで弾かれてもコード名は一緒です。これがスライドでつながっているわけですね。そして最後に 1,2,3 弦の12フレット、ここでハーモニクスを入れます。だここでリズムですね、 1,2,3,4、 このリズム間がこう空いたりしてますのでね、細かいフレーズ、そして間が空くフレーズっていうのがつながっておりますので、リズムをここで崩さないようにしてください。そして Am7 に入りますが、ここで1拍目の最後、ここですね、2弦の1フレットで取られているメロディーの部分、ここがスタッカートしています。これはカレン・カーペンターの歌い方に沿ってこういうフレーズにアレンジされているわけなんですけど、この場合ローコード Am7、 2弦の1フレット、そして4弦の2フレットを抑えられた2本の指同時に弾いた瞬間に浮かせてください。ですね。その次の、Am on D、こちらも出てきた、以前に出てきた通りの押さえ方です。ここから先もうあと少しですが、次週解説していきましょう。今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーは皆さんからのね、ギターにおける相談、ご質問、悩み、何でも受け付けますのでね、どしどしお寄せください。
ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーはね、番組ブログよりビデオで見ることができますので、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。